どうもこんにちは、こんばんは。チャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している1万です。えー、本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思います。この動画は朗読動画となっております。音声コンテンツとして利用されたい方は画面を見ずともお楽しみいただけます。また、すぐに本編をご覧になりたい方は概要欄からスキップできますのでそちらをご利用ください。さて、本日朗読していくのは 広本康作のっぺらぼう殺人事件です、えー、普段ですねこのチャンネルでは著作権の切れたものを朗読しているんですけれどもこののっぺらぼう殺人事件はこのチャンネルのために書き下ろしていただいたものですなので、えー、広本康さんも現代の作家さんなんですね、えー、現在ですね 月刊コミックゼノンという漫画雑誌で、えー、漫画の原作をされたりしている作家さんで,で自分の創作ユニットを持っていらっしゃって深夜ガタンゴトンという団体で、えー、舞台の脚本演出も手がけていらっしゃる方なんですね、えー、衝撃場作家さんには是非本を書いていただきたいと思っていたのでお願いして書いていただけることになりましたとても、えー、面白い本を書いていただいたと思っておりますので是非お楽しみください それでは改めまして本日朗読していくのは広本康作のっぺらぼう殺人事件ですそれでは本編をどうぞ広本康 のっぺらぼう殺人事件またのっぺらぼうかくたびれた中年の刑事がシートを少しめくりそこにあるはずの顔がない仏の顔を一別していったこれで3人目だ被害者はいずれも東京 A 区の女優ないし踊り子といったいわゆるべっぴんさんばかり 東京英区は江戸時代から大衆娯楽の一大拠点となっており終戦後も各地に大小問わず劇場が立ち並び栄えていた無論色町もあり政治家資産家筋者とさまざまな人間が集まっているそしてこの英区を連日にぎわせているのがこののっぺらぼう。つまり 顔の皮膚を剥ぎ取られた遺体である。誰もが手に入れたいと考える美しい顔が剥ぎ取られ血まみれの肉と骨の塊となっているおまけに女性器には男性の一物ほどはあろうかというこけしが差し込まれていたまた分野どもが喜びそうだなやれやれといったふうで中年刑事はタバコに火をつけた。 顔を剥いでこけしを差し込んで一体何をしているのかその残虐性と謎の多さから連日この英画は話題には事欠か,かない英国のジャック・ザ・リッパーなる殺人鬼の再来とかサディストの変態男の仕業だとか好き勝手に煽っているさらには連続殺人鬼がうろついているにもかかわらず A 区のほとんどの劇場は昇魂たくましく殺された踊り子や女優を種にして新しい物語やショーを作り出し人が減るどころか万人御礼の札がかかっている始末だいずれにせよこののっぺらぼう殺人事件のおかげで中年刑事に休む暇はなかった勘弁してくれよ。 中年の刑事はそう言ってたばこの火をもみ消した「コツコツコツ」と楽屋にかけている時計の針の音が聞こえる高ぶった気持ちがだんだんと戻ってくる南実律子はいましがた終えたステージの興奮を ゆっくりと沈めているステージの明かりにさらされ観客の目にさらされ全ての目が彼女を見ているその瞬間に彼女はただただ物語の登場人物を演じる物語の登場人物になりきるというよりは囚人にさらされている中で彼女は物語の登場人物のことしか愛さない。 その感覚はどこかその囚人たちを裏切っているいやもてあそんでいるような気持ちがして彼女の気持ちを高ぶらせる客席に埋まっているすべての人照明もしかしたら劇場のチりアくたまでが私に注目し私に無視されているといった感覚は 彼女だけが持つ特別なものなのかもしれないその何にも変え難い快感が今しがた彼女の全身を駆け巡っていた少しその快感を覚まさないと平常心を保って家路につくことができない南律子はいわば特別な女優で個室の楽屋があてがわれていた彼女はステージに上がる前よりも ステージから降りた後の方が黙々と時間を過ごす特別な女優だった連日彼女の演技をその美貌をその金星の取れた肉体見たさに観客が押し寄せる看板女優というやつだったお疲れ様でしたまだ若いニキビ顔の新人女優がつ子のもとにファンレターを置いてきた年は 二十歳になる手前とといったところだろだうか。彼女は芝居の筋というものはあったのかもしれないが観客を魅了する花というものが皆無だっただからいつも舞台の早くも早くをやりながらこの一座の雑用もこなしていたというより雑用係であった悪い子ではなくいつも律子の世話をしているありがとう 一言短くリツコがそう言うとニキビ顔の新人女優は軽く笑色をして楽屋を出て行った。目の前に集まれたファンレター、そのすべてに彼女は目を通すようにしている。観客がどのような気持ちで私を見ているのか、そのすべてを知りたい。そしてそのすべてを彼女はステージの上で無視する。 ちょっと例の作家さんがお会いしたいと来てるけどどうする今度は一座の座長だ西洋の演劇の言葉を借りると演出家という職業にあたる連日満員のステージを手がけている座長実は彼の愛人も例のの,のっぺら殺人事件の被害者だしかし彼はそれを利用して今の作品を生み出している 愛人のセンセーショナルな死は彼にとっては飯の種だいや本当のことを話すと彼も女癖が悪くその中の一番懇意にしている女の一人が殺されたに過ぎないそして今律子に会いたがっているのは30手前の若い小説家しかし彼女は 座長がどうして欲しいかを心得ていたこのあとお顔を出しますからそちらでお会いしましょうとお伝えくださいステージを降りたばかりの女優なんて見せられたものではないですとお伝えください分かった嬉しそうに笑いながら座長は立ち去る彼にとって南律子という女優の素顔を知っているのは 自分だけであるというある種の独占欲みたいなものが満たされればよいのだやっと静けさが戻ってきて律子はファンレターの束に手をつけた大小さまざまな封筒があるが一通だけわざわざ牢付けされた妙にきちんとした封筒があったしかもなかなかに分厚い律子は その封筒を手にし丁寧に封を開けた中には3枚の写真が入っていた驚いたことにその写真はつい今しがた出ていった座長九段の小説家そしてこの A 区の資産家である男の写真だった律子は反射的に写真を封筒にしまったななぜならその写真には、 彼女自身も写っていたからだ少しばかり動揺しながら分厚い便箋を開いた新聞記者か雑誌記者のいたずらなのだろうかそれとも脅しやゆすりといった類いなのだろうか「コツコツコツ」と響く時計の針の音が心なしか速く聞こえる。 まだまだ自分の神経も細いもんだと自嘲する律子そして早くなる動悸を鎮めようと深呼吸をしやがてゆっくりと便箋を開いた背景、南律子様。お世辞にも美しい字とは言えず筆跡の硬さから おそらく男性が書いたのではないかと思わせる手紙だった日頃のご活躍ますますのご健勝のこととお喜び申し上げます突然のお手紙失礼いたします私は仮面 X と申します率直に申し上げまして個人的探究心からこの A 区で起きているのっぺら棒殺人事件の真実を求めているものです ご覧のお写真の通り容疑者はこの3人です1回目の殺人事件の被害者北条恵と愛人関係にあった座長の男2回目の被害者東野玲子の少し変わった趣味のパートナーであった小説家の男そして3人目の被害者西村直美と夫婦関係にあった資産家の男 世間というのはやはり男よりその美しい女の真実の姿が知りたいと思うようで男の動向には何ら興味を示しません警察の方々もこういう関係というものを調べてはいるのですが決定的な証拠はつかめておりません無論あなたのもとへも警察の人間がやってきたことでしょう何たってあなたはこの三人の容疑者と 愛人関係にあったのですからええ世間はもちろん知っているのですあなたが将来有望とされている男たちをもてあそんでいるということはステージでもプライベートでもあなたは注目の的だそして私は考えたのですこの3人のうち誰かをそそのかして 目障りな女の美貌を剥ぎ取ったのではないかとバカバカしくなり律子は手紙を放り投げたい思いだったつい先日くたびれた中年の警察の男が根掘、ね、り葉掘り彼女の交友関係を聞き出そうとするのでえきしていたところだったステージでやっているように彼女は彼女に注目する人間を無視すればよい だが、そうはできなかった。写真があるからだこの写真の出どころぐらいは探らないとまたあることないこと書かれてしまうそれで南律子への注目が増すのはいいことだが自らの手の及ばないところでそれが行われるというのはやはり許せないものがあるのだろう口頭無形と考えているのでしょうかいや あなたはこの手紙を無下にすることなどできないでしょうなぜならこの3人の男は全てあなたとつながっているのですからこの写真を新聞社に持ち込まれるだけでも嫌なはずです全くもってその通りと思う律子この手紙を開いてしまったのが運の尽きだと思い私の推理にお付き合いくださいあなたは直接手を下していないのですから 何も心配する必要はございません。実行犯はこの3人のうち誰かなのですそして亡くなった3人の美貌の持ち主は本当は生きているのですからゴツゴツゴツと相変わらず響く時計の方に律子は目をやった。 今しがた小説家のもとへ顔を出すと言ったばかりいつの間にか劇場の喧騒は消えておりおそらく今劇場に残っているのは彼女だけしかし彼女は手紙を読むのをやめることができなかったさあ気になるでしょう。これから順を追って説明しますから慌てないでください お芝居と同じです。犯人の正体はクライマックスに明かされるのです先ほど申し上げましたとおり3人の美貌の持ち主はまだ生きておりますまず私が着目したのは被害者の顔がのっぺらぼうという点です顔というのは不思議なものでその美臭の出来により高価な商品にもなるし 何の役に立たないものにもなりますええ女性というのは美しい顔であればあるほどその価値が高まっていくのです北条みは青森から単身この A ーに流れ着き踊り子として人気を博しておりました今の座長とは A ーのキャバレーで知り合い年頃な関係になったそうです しかし座長はもともと浮気者でいろんな女に手を出すことで有名でしたそこで北條恵はその絹のように美しい肌の美貌で座長にいろんな男を紹介してもらうようになりましたあの美しい肌の踊りを見られるとなれば寄ってこない男などいないでしょう北条恵は人気の踊り子となりました 次に東の玲子は少し変わった趣向でございまして実は小説家の男と非可逆性貝を趣向するパートナーでした小説家の男は東野玲子に縄で縛られろうそくの牢を皮膚に垂らしたりほうきで何度もぶたれたりするのを楽しんでいたそうですどうやら小説家の男は東野玲子の可逆性の強さを その鋭いいい感性でで見抜いていたようです。不思議なことにこういった特殊な性癖を施向する者には富裕層が多く東野玲子はその界隈では有名になりあっという間に A 区でも人気の女優となったそうです切れ長の目氷のように冷たい目つきというのがどうにもマニアには受けがいいようです 最後に西野直美ですがこの踊り子はいわゆる「愛の子」でしてそのエキゾチックな雰囲気から谷崎潤一郎先生の小説「知人の愛」からその名を取ったと言われておりますもちろん芸名でございますがどうやらその名を付けたのが例の資産家の男だそうです資産家の男は戦前より英九に土地を有しており それは立派な屋敷に住んでいるようです事業に関しては大変優秀でございまして A 区の経済というのも彼の影響力が強いと言われております無論崔君もおり屋敷ではほとんど会話もせず屋敷のことはメイドに任せっきりだそうですその手紙には事細かに。 警察や1階の新聞記者風情ではわからないことまで記してあったというより事実が安っぽいゴシップ記事のようなので誰も相手にしないような内容だったただ一つ律子が気になったのはどうしてこの仮面 X と名乗る人物はそんなことを知っているのかということださて 被害者と容疑者のご紹介はこれぐらいにいたしまして、肝心の犯行方法に関して記していきます。犯行方法から、真犯人の姿が浮かび上がってきます。被害者の直接の死因に関しては、実はそのほとんどがドンキによるオーダーです。おそらく女性器に差し込まれていたコけしが狂気だと推察されます。 死に至った後まるで家畜の血抜きでもするようにゆっくりと血を抜きながらでも肉が硬くなる前に素早く皮膚を切り取っておりますその手さばきの鮮やかさから犯人は医療関係者かもしれないという見立てがありますしかし実際は本能的に人間の体の仕組みを理解しているに過ぎないのでしょう 心臓が止まれば血はそこまで吹き上がらないそういうことはまたになって知っているし幼い時に野犬やノウサギを殺めたことのある人間なら分かっているでしょう問題は顔の皮膚を剥いだというところなのです最初に申し上げましたとおりこの3人の被害者はまだ生きております 人よりも想像力のたくましい律子はその犯行の様子を想像してしまい少し吐き気を催した生ぬるい血が自分の全身にまとわりつくような不快感ところであなたは美しいものが目の前にありましたらどうしたいですかそんなもの手に入れたいと思うに決まっている。 と思う普通は手に入れたいと考えるでしょう欲しいものは自らの手でつかむおそらくそういうものだと思いますしかし美しい顔というものは自分の手ではどうにもならない時がありどうしても運というものがありますこればかりはどんなに頑張ってもできない それは途方もない無力感にさいなまれる時がありますそこで犯人は考えたのでしょう運が味方した時に取り替えてしまえばいいと律子はコツコツコツと鏡前の縁をたたいていた結局この仮面 X という人物は一体何が言いたいのだろうか どううもひがみのような感情を感じをる。いやそもそもこんな手紙を送ってくるぐらいなのだからまともな人物でないことは確かだニタニタと笑っているさえない男の姿が思い浮かべられ律子はさらに気分が悪くなったそう犯人はあらかじめ顔の皮膚を剥ぎ取った女の遺体を用意していたのです。 そして3人のの美女と取り替えたのです。つまり3人の美女の遺体というのは別人なのです犯人は卑劣にも価値のある顔の女を手に入れるため価値のない顔の女を生贄に捧にげたのですではあの3人の美女は今どこにいるのか答えは簡単です 犯人の寝床にののいるのです。それで毎晩変わるがわる常時にでも老けっているのでしょう人間の欲というのは恐ろしいもので欲しいものを手に入れるためには何でもしますしそれを独占したいという欲があります強欲であればあるほど人間らしいとも言えますし強欲であるからこそ 人は美しくなっていくのだと思いますコツコツコツと鏡前の縁を叩く力がいつの間にか強くなっていた律子は一度乱れた呼吸を整えるため深呼吸をするつまり犯人は誰にも気づかれずに3体のいけにえを用意することができ3人の美女をかくまうことのできる人物です 座長の男は寝なしぐさのような生活をしておりいろんな女の家を転々とし気がつけば楽屋で寝泊まりをしているような男です小説家の男は A 区から地下鉄で少し離れた K 区にひっそりと単身生活をしております残るは資産家の男彼の屋敷には会話をしない彩君とメイドが何人もいると言われておりますそうです 用意された3体の生贄は彼の屋敷のメイドなのです屋敷の中のことは警察や新聞記者に明かされることもないそれにそもそも世間は価値のない顔の女のことなど興味がないのです犯人は資産家の男です生きた美女を独占したくなったのでしょうでもご安心ください3人とも生きているのですから ししかしその代償として価値のない顔の女が3人も犠牲になったのですそそのかしたのはあなたですいま一度ご自分の罪について考えてはいかがでしょうか律子は怒りのあまり思わず手紙を放り投げてしまった彼女からすれば自分の罪といわれる筋合いなどないのだ 資産家の男が勝手にやったことだしかし実際自らの美貌でここまでやってこられたという自負もある律子だが人を殺してほしいなど一度も考えたことがない律子はニキビ顔の新人女優が用意しておいてくれた水をコップに入れそれを一気に飲み干したコツコツコツ と響く時計の針の音が乱れた気持ちを正常に戻していくそして単純な事実を思い出し律子は思わずふっと笑ったそもそも資産家の男に反抗は不可能だなぜなら犯行のあった先週の土曜日の夜律子はその男と一夜を過ごしていたのだから完璧なアリバイがある 無駄な時間を費やしたことに自嘲する律子放り投げた手紙を再び手に取り最後の一枚の便箋に目を通すこんなことを書きましたがこれは全て私の妄想ですちょっとしたいたずらですご安心くださいのっぺらぼうの遺体は紛れもなく三人の美女です資産家の男の屋敷のことなど何も知りませんし そもそもメイドなんてものが本当にいるかどうかも知りませんただ一つ事実があるとしたらすべての罪はあなたが美しいことにあるのです価値のない顔の女は誰にも見向きされませんあなたはその価値のある顔を最大限利用したのです世間では男が女を食っているといいますが 本当は逆です。女が男を食って生きているのです。男を食うという生き方しか女にはできないのです。欲しいものを手に入れるには美しくなるしかない。しかしそれは自分の力ではどうにもならない時があるのです。私は、 何度自分の顔を呪ったことでしょうそして価値のある顔をどれだけ欲しいと思ったことでしょうこよいはあなたのその美しい顔を手に入れます誰もいない楽屋に南律子の遺体が横たわっている。 死してなお美しいその顔ニキビ顔の新人女優はその顔を器用に剥ぎ取っていくこの A 区で最も価値のある顔を手に入れた彼女これは自分ではどうにもならないその醜い顔を 美しく飾る仮面なのだ。